皆さんこんこにちは加納幸彦です今日は一見人権を破壊するようなトランプ大統領こそ逆に人権を守ることができると題しましてお話をさせていただきますこのタイトルはですね正確な再現ではございませんが大川隆法総裁先生が以前ずいぶん前だったと記憶しておりますが講演会でおっしゃった内容なんですねニュアンスは違っていないと思います さて、先日のトランプ大統領とバイデン候補の討論会に対する、ジャーナリスト、長谷川幸宏さんのですね、記事、習近平を本気でぶっ潰せる米大統領はどちらか、テレビ討論で判明した、戦時のリーダーにふさわしいのは、を読んでですね、この冒頭の大川隆法総裁の言葉がのよみがえりました。長谷川さんの記事に 関しては、リンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください、見ていただきたいと思います。えー、あのだ段の討論会は、ですねバイデン氏があなたは米国史上最悪の大統領と罵ったかと思えば、トランプ大統領があなたは大学をほぼ最下位で卒業した、賢さのかけらもないと応戦して、ですね、まあ、中小合戦に終始したわけなんですね。 まあ、罵のり合いに終始したかに見えた討論会をアメリカのマスコミは敗北したのはアメリカ国民、まあ、これ CNN の配信ですけどねこのように嘆いたわけなんです、まあ、確かにですね子供と一緒に討論会を見ていた親が途中でテレビのスイッチを切った過程もあったと言われています子供にこれ以上見せたくはないというわけなんですねまた日本の読売新聞社もですね 10月1日の1日の社説でですね、えー、論戦のレベルの低さはアメリカの政治の劣化を如実に示していると、まあ、CNN のごとくです、ね、嘆いたんですね。のの知り合いを主導したのはトランプであってトランプの貧性下劣さに、まあ、CNN などは、まあ、バイデンの圧倒的勝利と幕下、まあ、てました。これらの お目線ですねこれらの目線に長谷川幸宏さんはですね異議申し立てをしたわけなんです。長谷川さんの論点がですねとても面白いんですよね。まあ、これらの評価はまともな政策論争を期待していた観点からの評価であるというんですね。えー、例えば、まあ、オバマ元大統領であればですね、崇高な理念を美しい表現で高らかに語る。 人類から核兵器を排泄しようみたいなですね、まあ、そのようなですね幻想を立脚点とすればトランプはまさに凶暴なカミツキガメ品性のかけらもないように映るわけなんですねしかもですねトランプ支援者からすれば討論会でのトランプはですねいつものトランプだったということなんです上品さを装わず論理的でもなく 一方的に幕し立てるばかりだったこれこそがいつものトランプだったと言うんですよね、えー、長谷川さんは言うんです2016年のトランプ vs ヒラリー対決でもテレビ討論会での劣勢を覆して実際の大統領選ではトランプが勝利したこれが何を意味するかといえば実はまともであることを期待しない人々の支持こそが トランプ支持のの岩盤層なななでではいいかというわけなんですね、まあ、戦時下のリーダー、ね、戦争戦時下のリーダーという観点に絞った時ですねおそらく私たちは違った風景が見えてくるんではないでしょうか今回の大統領選をアメリカ政治の劣化というようなまともな言葉で理解しようとすると対局を間違える可能性がある 中国は国際秩序や人権を無視し、アメリカどころか世界の国の利益と人々の命、健康を脅かしている。まあ、中国はですね、まともな国ではないんだと、アメリカ国民はそんな中国に怒っている。まあ、そういったわけでですね、まともでない中国に対して対決できるのは表面上まともな論理ではない。中国に対してまともな論理をぶつけるのは、 ののの国の長言性の述中にまんまんとはまることを意味するのではないでしょうか歴史上、暴君に対してですね、まともな言葉、まともな論理で戦うことは、かえって彼の暴走を許した。こういう事例がありますよね。チェンバレンの融和政策がヒトラーの暴走を助長し、イギリスのカミツキガメ、チャーチルの出現を、 待たなければならなかった、ね、そういった歴史がありますね、まあ、日常生活において八聖堂正しく語るこの正午の特目は大変大切だとは思いますしかし一国の命運,に命運を握るいや今や世界の命運を握るアメリカ大統領選においてオバマ元大統領のような表面上の正しい言葉まともな言葉は かえって中国の悪を隠して見えなくさせてしまう。隠蔽させてしまう。まるで中国も人類の一員として、崇高な理念、崇高な理想を共有しているかのような、そういった錯覚を与えてしまう。オバマは、ね、元大統領のような、ああいった美しい言葉が、そのような錯覚を与えてしまって、円幕を張らせてしまう。今必要なのは、 中国の悪をあぶり出すトランプの上品さを装わない言葉、ね、それがあるときはまともでなく響きます。こういった言葉が必要なのではないでしょうか。故にですね私はこの長谷川幸宏さんのこの記事を見て、ですね、まあ、冒頭に紹介しました、今日のタイトルともなりました、ですね大川隆法総裁先生の言葉、一見人権を破壊するようなトランプ大統領こそ、 逆に人権を守ることができる、この言葉を反数することとなったのであります。今日は以上であります。ありがとうございました。